サーダとアリーハーン2世は、北インドのアワド大使及び、アワド藩王国の君主サーダとアリーハーン2世1752年2月以降、サーダとアリーハーンは、アワド大使、シュジャー・ウッタウラの息子として生まれた。1798年1月21日、老いのアワド大使ワズイール・アリーハーンがイギリスによって、廃位されたことにより、サーダとアリーハーン2世が大使位を継承した。 サーダとアリー・ハーン2世は大衆を手にしたものの、父シュジ主ウッタウラの時代からのイギリス軍の駐留費は増額され続けており、彼の代にその滞納額は莫大な額となっていた。アワードの情勢は危機に瀕するところとなった。このため、1801年11月10日にサーダとアリー・ハーン2世はイギリスと軍事保護条約を締結させられた。この条約では、 イギリスの保護軍を増強させる代わりに、ナワーブの軍隊を事実上解体させ、イギリスはアワードの好きな場所に軍隊を駐屯させる権利が与えられた。また、アワード側は駐留費の滞納を理由に、イギリスにアワードの約半分の領土をイギリスに割上させられることとなった。この時、割譲されたのは、ローヒルカンド地方、アラーハーバード、ファルハーバード、ファテール、 カーンプル、ゴーラクプル、アーザムガルなどの都市を含んだ下ドアーブ地方など、アワドの中心地から東西にかけての肥沃な土地であった。アワドはこれによりかつてない減収に苦しみ、結果的に地方豪族であるタールクダールへの依存を強めた。こうして、アワドはイギリスに従属する反王国となった。1814年7月11日、サーダとアリーハン2世は死亡し、 息子のガーズイーウッディーンハイダルファーンが、ハンオーイを継承した。ありがとうございます。